ご乗車ありがとうございます。港北行き普通列車は6時56分着いたホーム1番乗り場でお待ちください。2号車から4号車、自由席は5号車から8号車です。1号車から4号車をご利用の際は、指定席券が必要です。お手持ちの切符をご確認ください。次は、佐賀です。ご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急リレーかもめ3号長崎行きです。止まります駅は武雄温泉です。この列車は武雄温泉で新幹線かもめ号長崎行きと同じホームで接続しています。武雄温泉には10番乗り場に到着します。新幹線は向かい側11番乗り場から発車します。新幹線をご利用この列車は浜辺3号長崎行きです。ご注意いたします。次は嬉野温泉です。
Vito era cantar um grande. Deixa eu ver. Só está ali. Ela vai dar uma pulinha. Love it. Fantástico.昭和初期から三菱長崎造船所を中心に重要な軍需基地であった。1945年8月9日、その日も昨夜に引き続き朝から警報が断続的に発令されていた。午前10時50分、長崎上空に B-29 が飛来。原子爆弾を搭載した B-29 爆撃機ボックスカーは長崎市上空高度およそ9000メートルからプルトニウム型原子爆弾を投下。
午前11時2分、松山町上空およそ500メートルの位置で爆発した。8月9日の長崎上空は厚い雲に覆われ、視界が不良のため投下予定地点と離れた場所で原子爆弾は炸裂した。爆発と同時に空中の一点に発生した火球は摂氏およそ数百万度にまで到達。それはもう一つの太陽が出現したかのようであった。爆発によって出現した火球から放出される熱線の正体は、主に温度に応じた紫外線、可視光線、赤外線である。瞬間的に放射された熱線の凄まじさは焼き付いて残った影から検証するしかない。裂傷は4ヶ月ぐらいから傷口がケロイドを形成し、その後半痕となる。爆発によって起こる爆風の先端は衝撃波として振動し、およそ10秒後には爆発点から約 3.7km、およそ30秒後には約 11km の距離に達した。衝撃波が収まった後、逆方向に風が爆心地に向かって流れ込み、粉塵を巻き込みながら原子雲が形成された。爆心地帯では消防機関が全滅し、給水も止まったことによって火災の被害が増大した。火災は熱線による発火、爆風による建物破壊に伴う第二次発火によって一層大きなものとなった。
Stop.